川崎ブレイブサンダース背番号13番の前田悟です。川崎競馬所属の伊藤博人です。僕は山形県出身の24歳で、昨シーズンまで富山グラウシーズという富山のチームでプレーしてて、今シーズンから川崎ブレイブサンダースに加入しました。今日はよろしくお願いします。岩手県出身で31歳のデビューして13年目になります。本日はよろしくお願いします。僕は、家族がみんなバスケットやってて、父親も指導者だったんですけど、始めた最初のきっかけは小学校のミニバスケットボールチームがやっぱり10人いないと試合ができないということで、僕の入ろうとしてたチームは9人しかいなかったんです。で、小学校1年生の時にもう何も分からず、ただ無理やり人数集めで入れらされたみたいな感じで、始めたきっかけはそうでしたね。で、プロになろうと思ったのは、僕は高校2年生の時に、今 NBA で活躍してる八村塁さんとかと一緒に、アジア選手権、世界選手権に日本代表として出させていただいて、そこで世界を経験できて、僕ももっと上を目指したいなというふうに思って、プロに行きたいなというふうに決意しました。親父がすごい競馬が好きで、僕が幼少期の時から競馬場に一緒に行ってて、そこでかっこいいなって幼少期に思って、そこでもう 4,5 歳くらいになりたいっていう思いがあって、そこからずっと思ってたんですけど、中学生あたりから競馬が見なくなってしまいで、どんどん高校も行ったんですけど、プラプラしてたら、親父にそうそう、お前何すんのみたいな話になって、親父が棋士目指せばいいじゃんっていう話になって、そこから僕はじゃあなろうかなと。で、そこで専門学校に行って棋士になったって感じですね。はい、はなんで適当です。適当ですね。調教ってどういうことやるんですか？調教はそうですね、もうキャンターって駆け足とかを出して、その馬場を1200メートル一周あるんですけど、そこを2周3周乗るとか、悪い癖がついかないように乗るとか、って感じですかね。そういうのやって自分も自分もそうですね、もうこの仕事で上手くないと多分もう馬乗るしかないので、どんどん乗って乗ってみたいな感じですかね。テレビでしか見たことないんですけど、観客が大勢いる時とかすごい熱いっていうか、そうなんです、すごい、はい、そのお客さんの人生もかかってるじゃないですけどすごいこう熱気があるイメージですね。負けた時はそそくさ買いたいですねでこう馬となんかその駆け引きっていうんですか、やっぱ、その見てても分かるよ少しは分かりますし、やっぱそういうなんか楽しみもあるのかなと、はい、見てます。レースはね、迫力もあると思うんですけど、もう結構レース自体はね、本当に駆け引きってさっき言ってもらったんですけど、それスタート地点とかね、見ると面白いかなっていうありますね。いざゲート入る前の騎士たちのこの真剣な表情だったりとか、その馬の呼吸だったりで、ちょっと興奮するんじゃないかなっていうのはありますね。とりあえず動くなっていう休んでないですよね。そうですね、とりあえずもう休みがない競技だなって、はい、特殊がおっしゃったように、そのずっと動いてるっていう、他の競技に比べてそのスピーディー感とかは点もよく入るし、多分そこはすごい面白いと思うんですけど、多分思ってる以上にフィジカルコンタクトが結構強い競技なんで、そこの激しさとかも面白いと思いますし、やっぱ B リーグになってその会場の演出だったり、その今はコロナで声援ができない状態なんですけど、その戦ってるんだっていう、そういう一体感があって、バスケットやってなくても僕は興奮するんじゃないかなと思ってます。はい、人としてはどんどん一つずつ勝っていって、大きいレースも毎年勝てるように頑張りたいなと思いますし、今こういう状況でなかなかお客さんが入ることはできないんですけど、これから収束して、入れるようになったらぜひ応援に見に来てほしいなと思います。今シーズン初めて川崎ブレイブサンダースに加入して、
からっていう状態なんですけど、やっぱチームとして天皇杯2連覇で地区優勝、B リーグ優勝っていう三冠を掲げているので、それに貢献できるように、僕も頑張りたいと思います。僕の、持ち味はスリーポイントなので、ぜひそこに注目していただけたら嬉しいと思います。ぜひ会場に来て応援してください。ありがとうございます。競馬好きの藤井さんとぜひ、はい、ガシに運んでくれれば、はい、見に行きます。